3名で新しいグループ、それに伴うオリジナル楽曲というものを一緒に作っていってほしいなと。中身が誰に変わってもいいものなんじゃないか。ステージの上の自分は自信があるけど、素の鈴村セリってなると結構不安になる面が多くて、で私って代理人生っていうか、全部センター代理、ラップ代理みたいな。では早速発表したいと思います。きらこしのセンターは目立てるのはやっぱり居場所を作りたいって。今回の3人に関してはすごく自信があると言いますか、このチャンスを逃すわけにはいかないと思ってて、なので最大限活かしたいです。